さあ始まりました、家事散歩。今回の家事散歩一味違います。あのアパレルブランドビューティー&ユースユナイテッドアローズさんとの家事散歩コラボ企画となっております。名付けて万博公園を彩れ春のお散歩デートコーデ対決。お天気いいな。今回の企画を盛り上げていただく方々にご登場いただきたいと思います。どうぞ。どうも、まあ、各それぞれ自己紹介お願いします。はい、ガンバ大阪背番号2番福岡翔太です。よろしくお願いします。芸人ガンバ大阪背番号37番山見ひろとです。お願いします。あ、かわいい。ガンバ大阪16番帰ってきました佐藤優太です。来た来た来た、かわいくない。この面々でお送りしたいと思います。もう先行きが不安でございます。ビューティー&ユースユナイテッドアローズさんが準備していただいた洋服を選んでもらって自分でコーデをしてもらうと、春のコーデをしてもらう、デートですからね皆さん。もう早速行きましょう。行きましょう。イエーイ。これジャパンスタイルじゃないの。先行き不安。家事散歩。はいはい、実際にビューティー&ユースユナイテッドアローズさんが用意してくださったここ衣装がこちらにあります。まあ、早速皆さん入って、はい、入ってください。どうぞどうぞ。しっかり選んでな。いやいやいや、リアクションもうなんかわざとらしい。リアクションがもう、帽子からバッグから結構ある。あ、靴もあるよこれ。でもなんかスタイルいいから何でも似合いそうやね。身長あるし。そういう風に投げない。えいいとこ投げない。スタイルこれ脱いだら下半身ブリブリ。でも福岡選手もスタイルめっちゃいいじゃないですか。他めっちゃいいです。顔めっちゃ悪いですけど。聞いた。あ、合ってるっす。あ、でも薄いっすよこれ。春。ちょうどいいかも。やっていけないですね。どう。あるかもしれない。いや、やっぱり佐藤君、佐藤選手はやっぱり身長もあるし、まあ顔もイケメンなんで。ここはちょっと期待したいですね。はい、どれだけこの服の選ぶセンスがあるのかって、自分に似合ったコーデができるのか、そして春でデートっていうところでどれだけ爽やかに仕上げてきてくれるのかなっていうところはちょっと期待したいですね。じゃあ一人目の人がコーディネート、終了したそうなので、早速呼んでみたいと思います。一人目の方どうぞ。あ、あ、キュンです。あ、あ、ぽい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 、いい。あ、あ、なるほど。これは山見選手はぽいですね。そうですね。これは今日はこの春のデートコーデということで、お散歩デートコーデということで、どういうところポイントを置いたんですか。そうですね、まあ、そう、まず靴のところでB さんを持ってきて、やっぱりちょっと春らしさというか、ちょっと涼しい感じを見せたくて。なるほど。でもあとはサッカー選手なら足冷やさないように長ズボンとか、そこは気にしました。あ、そう、サッカーの自分の仕事にも。はい、あまり山見選手背が高くないんで、はい、ちょうどなんかいい可愛らしさがあって、はい、でその ポイントでね、バッグなんかも。そうですね、やっぱ色味がないのでちょっとだけ色味を。普段はどういう服を選ばれるんですか。普段もそうです、シンプルなワンポイントの服とかで、色物はあんまり着ずに、なんか小物とかで色物をちょっと出すぐらいの感じが多いです。デートするときはその手をつなぐ派なんですか。そうですね、手はつなぎたい派です。手はこういう感じですか。こうのこっち。あ、そっちですか。はい、熱いですね。熱いですね。いやいや、なるほど。これトップバッター、これレベル高いですね。山見選手高ポイントですよこれ。ハンダリック選手は
もともとアンダー17とか、はい、アンダー20とかでも出てたりとか、まあ、キャプテンしてたりとかセンターバックしてたんですよね。でそこから山形でもミサイドバックもやって、まあどうなるんかなみたいな、ちょっと一時期イタリアローマみたいな話とか出てたんですよ、うんうん、モウリーニョが気に入ってるみたいな、はいはい、だからどうなるんかな、どうするんかなっていう話の中でこのガンバに来るっていうのをこう決断してくれて、うん、でなおかつやっぱり今回こうやって代表に入って、はい、でやっぱり彼自身 J2 でずっとやってきて J1 で初めてやる、これ自体がまず難しいと思うんですよ、うん、でそこでまた次代表にパッと呼ばれる、これもまた難しいと思うんですよ、うん、でもこれを経験したことによって多分目線とかいろんなこともまたすごく変わると思うの で、 で代表選手、代表入る、じゃあ代表選手たちがどれだけの、まあ、思いとプレーの強度といろんな総合的なサッカーも私生活も含めてどういうことをやってるみたいなのも話もするんで、実際練習もして、はい、だから帰ってきてからの彼がどれだけどういう風になるのかみたいなのは、うん、もちろん今年のこの5試合も楽しみでしたけど、はい、次もさらにこっからが楽しみだなと思います、はい、橋本さん的にはこの選手かなというのは、ね、ファンアラーの選手、ファンアラーの選手、ちょっと意外なところかなと思ったんじゃないかなと思うんですけど、彼をどこで使うかで結構試合展開変わってるなって思うんですよ。なるほど。中盤の真ん中でプレーするときってすごい躍動してるんですけど、ウイングで置くときは頑張ろうとしてるけどうまくあまりハマってないなって思ってるんですよ。だから自由を彼の中で与えられると、あの去年最終盤やっぱりこう残留させた時の運動量だったり守備の強度だったり、まあそれは技術レベルですごい高いかって言ったら、まあ宇佐美貴史とかの方が高いかもしれないですけど、あれだけの頑張りのあるブラジル人っていうのはなかなかいないと思うんですよね。そうですね、ファーラーの選手って本当どこ見てもいるなって思いますもんね。で、まあ、試合の中でダワン選手がポジションを変えてあげたりとかはしてるんですけど、うんうん、結果的に、まあ、今日の試合も出るかどうかわからないですけど、そういう彼をどういう使い方を仕上げるかでチームのダイナモとして時間をこううまく回してくれる、うん、しんどい時に頑張ってくれるっていう選手になるんじゃないかなっていうので注目してますね。じゃあ2人目も、用意できたということで、じゃあ2人目の方どうぞ。これどこ？お、花粉症対策にはこれで十分。何言うとか分からへんし、もうちょっとなんかちょっと決めた言葉やけど。でもかっこいいよね。なんかぽい。ぽいですか。え、これはイメージはどういうイメージなんですか、今日のファッションは。春、色が地味になりすぎないように白を、うん、爽やか、はいはい、でこれ黒になっちゃうと安牌かなと思ったんで、うん、こういう、なんすか、淡い色って言ったらいいですか。そのガンバ大阪とそのユナイテッドワールドさん の、 そのコラボのパーカーもいいね。後ろ毛がいいんですよ、こう後ろ毛。あ、これ山見さんのこの T シャツと一緒ですよね。そうです、一緒のマーク、ね、デザインが。でそういう格好にはどういう彼女がやっぱり必要ですか。ちょっとなんですか、ね、清系、ラフな清楚系で。ラフな清楚系、ラフな清楚系でいいです。難しいな、もうラフな清楚系。その質問がむずいですよ。どんな、どういう系統。堀北真希さんとか。おお、なるほど。荒木優子さん、正当な綺麗な、はい、なんかちょっとね、清純な。で桜をこう見ながら、うん、こう一緒にこうやって、こっちとこっち見て、あ、両方綺麗だねって言って、やりますね。ベタだねこの人。ポーズはちょっとペケかな。はい、はい、3人目準備できたそうなので、3人目の方どうぞ。さあ、福岡選手ですね。コーナーキックの残り1人は。どんなポージングを見せてくる。あっ、あっと、これ、おい、胸にこの G のマーク、エンブレム、スーパーマンみたいな。そっから、そっから、クリッと回って、ペッと目線を、うわー、すごい、眼力がすごい。今日のその服装のポイントは、まあ、なんすかね、
まあ、春らしいシャツと、はい、まあ、ちょっと暑くなったら、まあ、今ちょっと脱ぐのは大変なんであれですけど、ちょっと頑張る。その第3ボタンだけ上げる、全部脱ぎます。全部脱ぐ今は脱げないですけど、うわ、ちゃんとあのいやらしいな、ガンバ、ちゃんとガンバの青でユナイテッドアローズのコラボの商品をペッて見せる。そう、うわ、それがポイントです。あ、でもそのシャツの着方いいね。そのロバー、顎で、顎で、ね、そのバッグを持ってきたってな。そうです、なんかちょっと差し色っていうか、なんていうんですか、こう全部が全部こう、うん、はなんて言えばいいのかな、わかんない俺のもう本当普通の私服っていう感じの言葉にすんの下手かも、まあ、ボキャブラリーがないんで。いや唯一この3人の中では結婚してますね。あ、子供もいるんで。なるほど。子供もこういうシャツとか着せますね。お子さんはちっちゃいですか、ね、2歳ですね。じゃあそのシャツとか結構汚れないですか、抱いたら。もう汚れたら汚れたでしょうがないです、クリーンに出します。うわ、金に物言わし、嫌なやつ普通だよな。でもよね、みんな普通は手洗いよ。手洗い、こんなに洗濯板こうゴシ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 して、いや落ちなかった、うわ質が悪くなった、水につけちゃうじゃないですか。長いな説明がすごい長いな。しっかりしてるな。あ、そうじゃなくて、サイズ感がいいですね。いいですね。1位は